ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月16日、菅総理大臣はワシントン DC において、バイデン米国大統領が対面で会談する初めての外国首脳として、バイデン大統領と日米首脳会談を行いました。会談では拉致問題の即時解決を求める米国のコミットメントを改めて確認されました。会談後の共同記者会見において、冒頭、菅総理大臣は次の通り発言しました。実現できたこと、心から感謝申し上げます。そして準備にご尽力をいただいた、すべての米国の担当者の皆様に御礼を申し上げます。米国は日本の最大の友人であり、日米は自由、民主主義、人権などの普遍的価値を共有する同盟国であります。